お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、皆さんにね、人気者になる方法をね、教えたいと思います。バーテンダー歴20年の私が教えるお酒の場で人気者になる方法です。おー、やっぱあれだよね、みんなにわーわー言われたよね。例えば飲み会とか行っても、はい、一番にならないと、男っていうのは、はい、トーク力とかね、はい、まあ、そういったイケメンだとかそういうのがあればいいけど、はい、まあ、なかなかそうもいかないわけだ。僕みたいなものはですね、やっぱね、こう道具を使わないといけないね。道具、うん、家飲みでも飲みに行ったとしてもいろいろとね、楽しめます、今日はですね、楽しんでいきましょう。はい、お願いします、はい。じゃあですね、今日はね、まあ、ボトルは何でもいいです。まあ、今日はちょっとね、ジャックダニエルしてみました。さあ、取り出すこれは千冊ですね。千冊、はい、でこちらをひっくり返します。でででんと、さあちゃんね、これね、この千冊をボトルを倒さずに抜けたらあげます。1000円。できますか。あ、ちょっとやってみ、さあ、1000円チャレンジだ。でもなってしまうわけだ。はい、じゃあ正解、寄ってください。はい、やるべていきます。そういう取り方ですか。はい、で、なんやそれって言うんですけど、まあ、結構盛り上がりますね。盛り上がりますね。なんだこれはってなるわけだね。でこれでまあ、まず掴みは OK です。はい、じゃあ次はですね、まあ、正月だから町秋のね、新春隠し芸大会なんてのがあったわけだ。はい、そのまあ今度はバーバージョンだね。でね、町秋っていうね、あの坂井正明さんって方がいて、そしたらいつもこう、はい、テーブルクロスとかをね、あ、やるんだね。はい、でチャレンジしていくんだけど、今回はまあそれのね、バーバージョンでございます。お札また1000冊使いまして、はい、こちらにですね、10円玉を置きます。4枚。まあ10円でも100円でもいいです。真ん中に置いて、じゃあさてさて、これね、千冊をさっと抜いたときに、はい、10円玉が残ってたらすごいよね。すごいですね。うん、じゃあやってみよう。でもね、今の良かった。いい感じだね。まだ慌てる時間じゃないね。やばいぞ、やばいぞ。楽しい。ちょっと歩きながらね、かかの肩を近づく。楽しい。は、まあ、お金で遊ぶなってのこのイメージなんかね、あの何回か3回ぐらい失敗したらもうね、こうやって曲がっちゃうから、なんかそこはもうね、もうダメやった気がする。おー、すごい。かっこいいですね。かっこいいでしょ。これ一発でできたらかっこいいでしょ。めっちゃかっこいい。絶対盛り上がるから、これは。すごい。で、この時のポイントは、はい、あのね、力の入れかけ方加減で、これでやったら早くそうじゃん。はい、絶対落ちる。でこれでも落ちる。もう絶対これ。この指。あ、そうなんですか。で、下ろすと、いけます。でもこの2本、しかもこれボタンをやると絶対落ちるんだよ。これこう瞬間？ああ、すごい。どうだい？これすごいですね。これはだすよかったっていうか、昔これ先輩に教えてもらったんだよね、バーン。はい、で今日いろいろまた先輩に聞いてたら、もう一丁ね、これもあったんだよね。でこれはね、できなかった。もう相当練習したんだけど、これはね、できなかったね。ただね、やっぱ本番に向かう強いから。お、これはね、下に一回引いて、引いてちょっと引いたところをこう下に下ろすっていうやつです。でもすごいですよ、今のめっちゃ。いや、すごいですよ。ただ瓶倒れただけや。これはでも俺今日一回もできなかったからね。おお、惜しいじゃない？惜しい。すごい、ちょっとキラ、ちょっとミラクル出したい。これ無理そうだな。これ極めたい人はぜひお試しください。はい、じゃあね、次はね、ゲームします。ゲーム、うん、まあもしね、もうこのゲームやり始めたらね、だいぶババ冷めてると見てください。っていうぐらいね、もう奥の手、奥ネットというか、だいぶ会話がない状態だかなと思いますね。はい、はい、じゃあですね、これね、今度競争してもらいます。皆さん競争、はい、このボトルビールをですね、ひっくり返します。で、こうやって立てるんだよね。で、またね、さっきの10円玉を使いましてこれをね、1本の指だけで天井まで上げるんだ。はい、このスピードを皆さんで競うと。難しそう。うん、ですよ。ああ、結構慣れるとね、意外とすぐできる。ああってなっちゃう。結構ね、でもね。おお、すごい。これはタイムを競うと。いや、これも結構ね、難しいですよ。あの、これ結構ね、できるんだ、意外と。あ、できるんですか。ちょっとさっきやってみじゃいいか。どこの指ですか？あ、中指。うん、そう。ほら。おお。
しいですね、これ。ちょっとやってみて。いいよ、その反応がいいよ。いや。あ、いいよ。ここに来たら。あ、いいよ。ここは難しいですね。ここは難しい難しい。ってなわけでね、まあ例えばあのこれがデートとかだったりとかするとね、はい、こうやってやってとか言ってこう手が震えちゃう、はいはいはい、とかするわけさ。あ、そしたら、まあ、その時の反応でね、はい、うわって感じの反応やったらもう、はい、帰りましょう、はい、割り勘にして帰りましょう、はい、もう、ね、あの1の位まで割ってね、もう 0.5 円ぐらいまで、ね、割って帰りましょう、はい、でこの時に例えば嫌そうな顔しなかったりとかね、はい、こうなんか例えばさこうやっててさ、俺こんなことしないよ、はい、こうやってやってて、なんか倒れそうだったらこう支えてあげてね、ちょっと手が触れたりとかした時に、まあ漫才でもなさそうやったら二人の距離も縮まるんじゃないかな。この動画見てもしかしたらね、カップルも成立するかもしれないね。おー、うん、まあ、チャリンチャリンうるさいからさ、まあ、周りからちょっと怒られるかもしれないけど、まあ、はい、周りが盛り上がってたらね、もちろんあるのよ。そこで空気読めないやつはダメだよ、やっぱ。あー、確かに、それでね、周りがカップルでね、なんか楽しく会話してるのに、はい、自分らが盛り上がりたいためだけにキャーキャーされて自分のやるのはダメだけど、はい、トラブルの元だからね、そういう人はもうマスターに嫌われますから、はい、そうですね、だけど、まあ、やっぱね週末でワイワイで、そのあの合コンとかが多い店とかだったら、はい、やっぱそういうね、このみんなのワーワーっていう歓声も、まあ、まあこれまた一つのお店のスパイス、音楽になりますから、なんでちょっとねやってもらいたいなと思います。はい、ということで、ね、まあ、とはいっても今までのやつはちょっと練習が必要なんですね、はい、じゃあね、練習が全く必要のないちょっとあなたが人気者になる方法も教えましょう。お、はい、じゃあね、まあ、今回はね、まあすごく仲のいいお店か家飲みでぜひ使っていただきたいテクニックでございます、はい、じゃあ今日はね、さあちゃんに僕はショットカクテルを1個作ろうじゃないか。じゃあマンゴヤンのね、はい、カクテルを作りたいと思います。はい、はい、よいしょ、ストレーナーでこうやって混ぜたら美味しくなるんだよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあ吸っときます。あれ、え、出てないですよ、マスター。消えた。消えたんですか。お酒が消えました、カットしないでしょ、編集。はい、っていうテクニックです。おー、マジックですね、バーマジック。すごー、うん、どうやってやったんですか。え、どうやってやったんですか。分からなかった。分からないです。あ、もう、知りたい。知りたいです。いや、これ難しいからね、これ。え、難しいですか。もうそうだよ、あの引き立てんこみたいなもんだよ。知ってる、引き立てんこ。知らないです。で、今、ミスターマリック。あー、マジックの。そう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 、はいはい、ぐらいじゃできないから、これは。あ、そうだそうだよ。消えんだって、液体が消えんだよ、さっき注いだばっかのに。おー、もう一回やってあげようか。はい、入ったよね。入りました。音、はい、してんだよ、お酒。ちょっとじゃ、どうやってやってるんですか。ん、どうやってやってるんですか。じゃあ、カメラさん、カモン。はい、おしぼりが入ってます。うわとかで、ね、まあ盛り上がるでしょ、ね、ほら。楽しい。これがお酒入ったら盛り上がるでしょ。盛り上がりますね。したら、結構、あれよ、なんか人気者だよ。なりますね。それはね、君が狙ってるあの子もこの子もね、あなたを見る目が変わってくるんじゃないかな。そうですね。っていったところですね。だいぶ攻めた回だね、これは。楽しかったです。はい、ということでね、今日はね、人気者になるバースキルというか、バーグッズというか、バーゲームというか、はい、いろいろ教えていきたい、を皆さんに伝授しましたけども、はい、まあなんかあれだよね、シンプルながらも、お金もかからず、楽しかったです。楽しかったね、はい、非常に。なんで、あれやったらやっぱ盛り上がるんじゃないかな、ね。盛り上がりますね。なんで、前回のですね、バーでモテる方法と合わせて、はい、ぜひですね、人気もあって、今年こそは彼女を作りましょう。まあ皆さんいるかもしれないけどね。そうですね。まあ、余計なお世話かもしれないけど、まあ、いなくてもね、相手もね、今いる彼女さんもこれで楽しませることもできますし、はい、他の方のですね、合コンのね、手助けもできるかもしれないし、はい、ぜひこれをね、皆さんメモってぜひ実行してみてください。はい、はい、以上ですかね。はい、じゃあ本日の、アンカーをこんなんでいいかな。いいと思います。そう、じゃあ本日のアンカー、本日のプロのお酒塾は以上になります。アンカープロのお酒塾はですね、2日に1度夕方6時から配信しておりますので、ぜひ、ちょっとでもね、楽しかったなとか役に立ったなという方はですね、下のチャンネル登録のボタンを押していただけますと、制作の励みになりますので、ぜひご協力の方をお願いいたします。はい、ご清聴いただきましてありがとうございました。さようなら。お疲れ様です。お疲れ様です。